ゃあ、前回九州阿弥陀くじの旅に行ってまいりましたけど、はい、釣果はいまいちでしたね。でしたね。あとナマズと鯉は、はい、いつ食べるの？いやいや、まあとりあえずまだ行かしてありますあの次あの福岡行かれる方行かないみんなのためにいや本当そう、まあ、あともうどうしようもなかったですから真っ昼間にそう、ね、すごい映像阿弥陀くじの旅、まあ、リベンジ、はい、ちょっとどうしようしたいねと、はい、ずっと話してたんですよ。あのやってる途中からもう一回やりたいねって毎日でやろうと。はい、よし次こそは次こそは出発が前回朝の4時に集合してしたというですよ、はい、その結果鹿児島と宮崎が出た。釣り始めが11時ぐらい、かっちゃんが9時半ぐらいですね。もう本当に朝まずめが終わってる時間、朝まずめの出来にやっぱつらかっていうことで、はい、もう前日に引いてしまうと、はい、今日はね龍太郎はあそこで、ほら、うん、あそこで龍太郎は楽しい頑張ってます。結婚式でね、あの行けて行けんかったけどね、はい、やったが、もうその間に3人で頑張って、撮り止め頑張ってたんですちょっとね、編集が追いついてない人もあるし、動画のストックも撮れてない人もあるんですよ、うん、でそういったところから、ちょっともう編集はね、ちょっと頑張ってもらう方向で今は、ゆうたろうにちょっと動いてもらってるところでございます、うん、ということでね、一発目の行き先、うん、じゃあ、行きますか。はいもう、鹿児島めっちゃニコニコあるな鹿児島、大分はなかなかぞおい、言ってよか、うん、今回蛍光茶の四股に行こうか、ね、おい、またここも選ぶことになっとしたなるほど。あ、いや、そんでもない、そうでもない顔してますよ3人、せーのでボッとそうちょっと待ってね、はい、いや、でもね、鹿児島でもよかったぞ、初日もうどこでも鹿児島、宮崎、どっちみちなら鹿児島がよ。なるほど、僕は長崎以外だとどこでもいいですよプレッシャー半端ないんで僕ちょっと大分が大分長崎みたいですね。できればちょっと遠い方がいい。せっかく前乗りできるんで、あの普通もう行けないようなところなんで、せっかくだったら面白いところ行きたいなっていう、ね、はい、せーの、行く、はい、ちょっと待ってねもう鹿児島がいいんだけど、どっちみたいなだけどここで行く。あ、にゃ、ちょっと待って、せーの、せーの、せーの、いせーの、3番。おお、3、4、5。そうよ、ちょ、指で、はい、ここ一致ね、ここ3番一致です、はい、ここがかっちゃん、うん、ここが多い、はい誰から見る、あ、誰から見る、えじゃあ、僕からいいっすか、行くよ、はい、3番からね、はい、4番から、4番、4番、4番、はい、はい、お願いします。ドゥン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 、せーのでバン、せーのでバンでいく、せーのでバン、せーのでバン、めっちゃ緊張する、ここね、一番上、はい、うまい、はい、えおー、宮崎、おい、長崎、僕が思った、なるほど、全然違うよ、なるほど、全然違ってきた、鹿児島が残ってるの怖いね、残ってる怖いね、2日目に鹿児島のクッとが、おー、すげえな、徳島、長崎、鹿児島あるんそれなにここから今度佐賀に戻ってこないで、長崎、鹿児島、佐賀ってのすごいね縦断わぁ、初っ端決まったよ、これうわぁ、長崎か、まさかまた宮崎と思うんだけど、お、長崎じゃん、いいじゃん、ここからですよ、そのコメントの中にサイコロやっぱ入れてほしい、サイコロ見たいと、ね、サイコロはどうにかいることにした、はいはい、で、これ何のためのサイコロかと言いますと、お小遣いがここでゲットできます。まあ、我々いつもサイコロのためやってるんですけども、1が1000円、2345が100円かけ100円ね、6はもう1回触れる、はい、これ個人のお小遣い、はいはい、これ資金用途自由やけんね、よっしゃ、当選にも行っていいと、当選にも行っていいよ、当選に行く6は何回か出すぎ、当選行けるんだよ、遊戯も買っていいぞ、よかけるいや、使用用途分かりやすくね、分かりやすくね、その代わり所持金の救済措置で前あった1匹5匹までの救済措置金がそちらをなくします。もう小物狙いっていう風になってしまうんだよ、どうしても。なのでもう初めから狙うのは小物じゃないやつになる。あのボーナスルールあったよね、はい、あのボーナスルールは健在です。なので
かっちゃんが鈴木バスって前回は全員にお小遣いが回った、うん、1がこいつ捕まって回った、うん、でみんなの懐がどんどん増えていくわけだよ、うん、で初日だけこのサイコロでお小遣いを決めるっていう感じなんですね。なるほどなるほど。ちょっとさ長崎焼きさ1000円できる税法になるんですけど今熱いと言われてるんだ。こいつさお小遣いはさ資金よって自由やん。タイから借りるってできるってのはカンパ。まあいっぱい出たらね。だってこれで夢かけたかもしれない。徳さんがここで投資を投資シーバスつったら返ってくる。そうそけ投資あ投資ルールあれでいこうぜ。そけんが、はい、ここでもしよつったみんな向こうが、はいはい、例えば次行く人が鹿児島とかなんとかになって5000円とかで仕渡しできるってなって投資もありそう。あ、投資そうだったら投資もさいやもう責任重大だよみんな共倒れてたんだ。まあ投資する前に全部使い切ってる可能性もゼロじゃん。じゃあ行きますよ。はい、はい、1のお小遣い400円。なんてこった400円。まあミニマムは避けた。ミニマムは避けたよ。ミニマムは避けた。行きますよ僕のサイコロチャレンジ行きます。何県宮崎県のお小遣い。せーの、300円。だから、でもよ、もう本当に全部もう徳さんに投資するんだったらよ、徳さんが300円以上出せばもう投資しますから。投資しますよ、お前しない300円。そうもうこれだったら投資したらマジ投資したらマジしない。でも、徳さん、それに何もするんだったら俺何も食べられない。いや、任しとけ釣ってくれよ。これで2やったらもうやばい、2やったらやばい。朝のうちに返してやるよ。行くぞ、はい、いいニュースは1話目大事やけんね、1話目ですよ。行くぞ、はい、ここで6を出すとこ。あ、なるほど、特殊なんですよ。そしたら僕らは別に行くぞ。しなくても3。おお、ギリギリやな。ギリギリやな。全ベッドや。俺ら全員特殊に全ベッドや。いや、ちょっとプレッシャーやろ、お前。僕らさ、行けるとこ確かに1000円であそこしかなかった。あそこしかない。これ本当に徳さんがもし何も連れかったとしたらさ、俺お小遣いなしやろ、初日。まあでもそれぞれの場所で投資する価値のある場所なんて言った相談ルールの生まれだけどですね。一個派生型やですね。何のルールを一段としとらんと思う。うん、だけど初日2日目お小遣いですけど3日目お小遣いつかず食材は集めて最後にご飯食べるんだけど、はい、まあそのお金でなんか美味しいもの買ってもおかしいね。よし、今回こそ、ね、せっかく行くじゃん九州はさ、はい、ね、だけど長崎県産がいいのに熊本県産がいいのに大島県産、うん、いいね。全県の業種の海鮮丼、うん、しもうまた海鮮丼書いてあるかもしれない。海鮮丼うまないよ。大体海鮮丼ばっか食うって言うやん。九州全県の海鮮丼を作ろう。わかりました。よし、目標は各県1匹とりあえず持って帰れるようにさ。わかりました。よし、頑張ろう。頑張りましょう。頑張るぞ。頑張るぞ。2023年3月17日から3月28日まで受注生産受付中です。よろしくお願いします。正直ね、宮崎で僕は良かったですよ。リベンジしてやりたいと思ってたんで、明日はもう絶対に朝まずめ打ちたいんですよ。前回が打てなかったからね。今回行くところは前回僕が宮崎についてすぐ行った GISO でございます。ちょっとね、視聴者さんにちょっと情報提供をもらいまして、今日ですね、ヤズが上がったみたいですよ。もしかしたらブリクラスもいるかもしれないってことで、なんで明日はもうそこ、もう今日の情報だからね、多分大丈夫だと思う。つるで、マジでつるで、せっかく面白いとこ行くんだから、つってやらんば。じゃあちょっと移動します。運転には気をつけます。おはようございます、一度でございます。
とりあえず、ツイッターで超過情報をいろいろ見てたら、天草方面がちょっと良さそうだったので、今からですね、天草の、入り口ぐらいにある山本釣具さんに行って詳しい場所とか超過情報とかを教えてもらおうかなと思っております。今から、160キロぐらい移動して約3時間弱ぐらいですね向かいたいと思います。前回1話長崎で、残念な結果をしておりますので、今回熊本はですね、かっちゃんが前回はいいシーワス釣ってたんで、まあ、僕も負けないように、釣っていきたいと思います。よろしくお願いします。よしよしよし、前回の長崎のプレッシャーより全然いいですマジで。よし頑張ろう。おはようございます。この企画ね、前回やってみて分かったのはめちゃめちゃ楽しかったですよね。やよかここ置いてきちゃね、一致にね、長崎リベンジ制定も一致、長崎に続いたはずどこだっけ、網戸で言ったけどね、こういうことになった。かっちゃんが言ってる俺ずれとろうけど、まあおいつ言うやろかにゃ、ちょっとバラシグジについとっけんね、なんとか小遣いも稼ごう。みんなの小遣いは増やさんか、俺には大役だよ。大役をせつかったけんね、今回やるぞ。ってことで、じゃんの宮崎超高開始ですね。さらしバンバンですね。第1投目、はい、開始。マジ、ヒラスズキか最初欲しいな。スズキかヒラスズキ、おはようございます。いや、まだ全くルアー、ルアーです。私、お父様、何ですか、フカセですか。ルアーとフカセです。あー、そうなんですね。ここでやらせてください。あ、全然大丈夫ですよどうぞどうぞ。ここ僕、佐賀から来てて。あ、佐賀。そうなんですよ。 YouTube で釣りいろはって知ってますか。知ってます。あれ、それ今あみだくじ、九州回ってますよね。あ、で今それ第2弾してるんですよ。え、こまえこ来てあげた。あ、ですです、また来ましたもしお父さんたちも釣れたらそれを映させてもらったらお小遣いもらえるっていうちょっと企画なんですけど、映しても大丈夫ですか。ちなみに顔出しってどうですか。大丈夫ですか。あ、そしたらお願いします。視聴者さん早速ゲットでしたね。まさかの視聴者さんでした。お父さんは黒釣りし、で多分お兄さんの方はルアーマンですね。これはね、黒もねチャンスありますよ。30センチ、やばっ。おー、なんかぬめってした。お、当たった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 、めっちゃ当たった、めっちゃ当たったよ。カーン言うた、カーン言うた。うわ、尻尾が、ワームの尻尾が曲げられた。いやー、やっと着いた。めちゃめちゃ眠かったここでね、ちょっと超過情報を聞いて、まあ、急いでね釣り場に行って、朝マス目打ちたいと思います。日の出が6時45分なんで、まあ、6時15分ぐらいから、まあ、明るくなるかなと。うわ、結構多いな。お疲れ様でした。すごいすごい、なんかもしかしたらやっぱいい超過上がってるかもしれない。 YouTube で釣りいろはっていうチャンネルになってるんですけど、その企画でですね、ちょっとこっちで何か命取らなきゃいけなくて。あ、そうですか。そうなんですよ。大山の方に行くと、大山線に上がるんですよ。はい、あ、もっと奥の方ってことですね。あ、そうですね。あっこだと地元のものが多いので、はい、ぜひ情報的なものを上げて。あ、なるほどですね。来てくれると思います。あ、なるほど。もう一店舗、天草、上天草かなの方にお店があるらしくて、そっちの方が詳しい情報分かりますよって言われたので、そっちに行きます。意外と遠いなちょっと待って、朝まずめ大丈夫かなちょっとやばいな明るくなってきちゃった。天草を舐めてて広いんですね。6時、15分、まだちょっと時間かかりそうなんですよね。徳さん、ガチャ本当にごめんなさい1はやっぱり1でした。本当にごめんなさい。
ここからちょっと10分ぐらいの、釣り場に行きます。狙いは、青物になります。さて到着。もう時刻がね7時半なのよ。やばいのよ。ちょっと出遅れましたけども頑張っていきたいと思います。青物が通りかかってくれんかな。この辺船が多いよね。なんかいるんやろうけどな。ああ、ウトコめっちゃ入れるからベイトいるんやろうけどな。あっちの釣り人の方いなくなっちゃった。だからもしかしたらこれ下げに入ったらいいかもしれんもんね。わからんよ。まだわからん。他の情報もあったけどかっちゃんのシーバスもいいんだよな。どっちがいいんだろうな。かっちゃんのあの長い堤防のとこ行ってもいいんだけどな。堤防っていうかあの石の堤防。お、なんか当たった。うわマジかよ。うわマジくそマジかよ。なんかいるぞ。何やったとやろ。うわあ、なるほど。かっちゃんシーバスのバイトのみ。頑張ってかっちゃんも。俺も頑張るから。うわ徳さんどうなんやろな。徳さん釣り取ったらいいな。あ、なんか出る。何今の。イルカ。この方向にほらいるか。いやあれから当たりなし。もう何やってもダメです。何も釣れないです。もうゲドウもいないですか。なんですね。あーそうなんですか。ですよね。いい潮ですもんね。もうこの下げの潮で変わってくれればいいですけど。全然ですか。もう皆さん帰りました。もしかしてみんな、さっきの方、昨日の夕方、はい、河原と飯を釣ったらしい。ここですか。夕方ですか。夕方。ああ、そしたら夕方チャンスあるかもですね、ここ。やば。お疲れ様です。どうも、私、イチです。知ってます。あー、抜いた。めっちゃ抜いた。うわー、マジか。うわめちゃめちゃ濡れた。うわもう最うわうわうわすご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 あうわあーお疲れです。お疲れ様です。お疲れどうで。こちら別状なく。言いましょう。ダメダメ。え徳さん釣れたんじゃないですか。いやみんな釣れとこかなと思って出ました。いやこれ絶対ドッキリだ。あ、ドッキリか。うん、絶対そうですよ。いや結構深刻な悩み。今からカメラが切り替わるんじゃないですか。切り替われ。そう切り替われ切り替われ切り替われ。はい切り替わって。今巻き終わったらカメラが切り替わって切り替わって早く、いや事態は深刻だよ。徳さんがシーバス釣れなかったの。珍しいんだけど。本当にほらー。ほらみんなのお小遣いは大いに託されどけんが。こんなんパッと見よかやん。なんでよ。ご視聴ありがとうございました。次の動画はこちらから。チャンネル登録もよろしくお願いします。大丈夫ですか。